秋田県のね、由利本荘市に来ています。由利本荘市の赤田っていうところに来ています。セミの声がかなり聞こえます。うっそうとした山中にあるね、ここ長谷寺というところなんですけど、この敷地内にね、日本三大長谷観音の一つがあるということでやってきました。この建物の中にあると思われます。ちょっと行ってみましょう。自由にお入りくださいということでね、ちょっと行ってみたいと思います。それでですね、ここにあるね、長谷観音はですね、神仏金光ですね、神道とね、仏教の2つの信仰を設置してるんですよね。ちょっとね、中行ってみたいと思います。はい、ちょっと中入ったんですけどね、先ほどまでいた人がいなくなってちょっと一人になっちゃいました。これですね、巨大です。巨大な観音様です。赤田の大仏って言われてるそうです。この地区赤田っていう場所ですけどね、立派ですね。後ろにね、小さな観音様もたくさん置いてありますね、背中の方にね。ここにね、詳しくね、書いてますね。手作りのお地蔵さんっていうのもね、ここに祀られてます。はい、以上ね、赤田の大仏様でした。ご視聴ありがとうございました。